皆さんこんにちは。今日は12月の12日、土曜日です。またいつもの場所にやってきました。だんだん厳しくはなってきますけどもですね、なんとか頑張って釣りたいと思います。ここも産休おじさんが前来てやったんですけど、なんか釣れなかったという話を聞きましたので、条件としてはちょっと厳しいのかなという気はします。なんとか価値ある一匹を釣りたいと、そんな風に思ってます。釣れるかな。ちょうど時間的にはいい時間に入りました。いい時間に入ったからといって必ずも釣れるとは限りませんし、産休おじさんもやったみたいですけど、なんか釣れなかったっていうお話を聞いたんで、どんなものかちょっとやってみたいと思います。ね、なっても魚が 魚に申し訳ないというか、あんまりいじめすぎてももう勘弁してくれっていう感じかもしれませんね。産休おじさんもあれですよ、木金と2日休みで結構頑張ってやってました。本当にご苦労様でした。今年最後なんて寂しい話も言ってましたけども、そんなこと言わないで釣ってください。まだまだ釣れますからね。最後はホームグラウンドでちょっと肩に力入ってやってましたね。かなり力が入ってました。動画見てても感じましたもんね。全部釣るぞみたいに、いる魚全部釣るみたいな感覚でやってましたもんね。音投げない。落ち、はい、来ました。やはりいますね、ここは。よし、いいやつですよこれ、なかなか。はいはい、釣れます。相変わらず釣れますね。およし、いい感じです。やっぱりいい時間帯に入るとやっぱり釣れますね。産休さん、やっぱこうやってキャッチ&リリースするとね、魚が減らないんで頑張れば釣れますよ。皆さん逃がしてあげましょうね、優しく。どこのポイント入ってもやっぱり釣れますね。まだ今日はいろんなとこ回ってるんですけども、どこに行っても釣れます。まだまだ いけそうな感じですね。逃げた。なんぼでもいますね、だけどね、ここもね。はい、人。あれ、この間産休おじさん釣れないって言ったんだけどな。釣れますね、まだまだ。はい、ありがとう。ごめんね、この時期にまた釣られるなんてきっと思ってなかったと思いますけども、ね、
はい、ありがとう。あー、小さい虫が、小さい虫がハッチしてますね、これね。あー、この時期にね、小さいですよ。ひょっとしたらドライでも反応するかもしれませんね。小さな虫。